はい、今日のね、ケーキングワールドのテーマは、今日はね、4月23日ということなんですけれども、まあ、あとね、少しでゴールデンウィークというところで、ちょっとね、その前に、まあ、ライブがいっぱいあるのでね、新しいね、機材を買っちゃいました。ギターシンセサイザー買っちゃいました。で、それの紹介なんですけれどもね、まあ、ギターに使うんじゃなくてカズーに使おうかなと思ってます。まあね、カズーの音をね、なんとかもうちょっといいような感じ、本当にトランペットみたいなね、なんていうかサックスみたいなね、ああいう管楽器等にできねえかなってのが本当に永遠のテーマなんですけれども、そんな中でね、ある動画に出会いまして、それはね、まあエレクトリックカズーということで、私が昔やってたね、あのカズーにピアノのピックアップをつけてね、音を取ってエフェクターをかけるってやつなんですけれども、まあ、私はねフェーザーをつけてやったんですが、その方はねムーアのね安いギターシンセサイザーをね使ってやってるってのがありまして、でそれをねやっぱりどうしても試してみたくなって、まあ買ってしまいました。まあでもね、ギターシンセサイザーといってもね、ムーアのギターシンセサイザーねちっちゃくて安いんですよね、1万円ちょいくらいなんでね、なのでまあいいかなということで Amazon でポチッとやってしまったんですが、これがね、まあ、なかなか面白くて、まだねライブで披露できるぐらいではないんですが、従来のねあのボコーダーと比べるとね全然コンパクトなんで、どこでも持っていけるかなっていうのもあって、ちょっとねあの今後の、まあ、主力兵器にしたいなと思って今日レビューします。音的にはね7つのね音色が備わってまして、その7つに対してそれぞれねアルペジエーターというねちょっとねまあそれぞれの音をまあ輝きを倍化したようなねサウンドになるようなアルペジオのね音になるような音があるんですが、まずはね単音のね7つをねちょっと比較してみたいなと思って思います。その7つの単音なんですが、まあ1番目がねトランペット、2番目がオルガン、3番目がねサザナミかなんかだったんですが、それぞれまあちょっと個性的でね、ギターのね原音の音色というよりも本当にねギターから音を取って加工してるって感じですね。でそれをまあ数にかけるというふうなところになります。じゃあこれはねもうねやってるところを見てもらうのがね一番分かりやすいので、まず見てください。これがギターシンセサイザープラスカズープラスピエゾピックアップになります。よろしく。はい、じゃあちょっとご紹介しますね。これがねカズーで、これがピエゾのねピックアップですね。これを上につけちゃって、普通に吹くとこんな感じですね。でこれがギターシンセサイザー、こいつをねつないでアンプつなぐと、マジ。こんな音ですね。で、2番目。3番目。4番目。5番目。6番目。7番目。これが一番ね、ボンジョビっぽいような感じがしますね。ちょっとね、アタックを緩めてみましょう。スピードを速めてみましょうか。もう一回いきますね。1番目。2番目。3番目。3番目。4番目。5番目。
6番目。7番目。ということで、今度からね、ちょっと一回この6番目あたりを使って、リビングオンプレイヤーやってみようかなと思います。いかがだったでしょうか、今日のケーキングワールド。なかなかね、面白いでしょ。私的にはね、本当は最初はね、まあトランペットとかあの辺の方が合うかなと思ったんですが、実際やってみるとね、最後の方のやつ 6とか7とかね、あの辺のやつの方がね合うかなと思ったりしますね。なので、まあ今度ねライブやるときにトーキングモジュレーターの代わりに6かなでちょっとトライしてみようかなと思いますね。まあその前にね、ちょっとスタジオに行ってじっくりいろいろ試してみて、パラメータね、ハイカットローカット試してみてやってみたいなと思いますね。あとね、ギターを使ってねやってみるっていうのもね、一回やってみたいなと思いまして、それもねまたやってみたら面白いサウンド出るのかなというふうに思ったりします。まあじゃあこんな感じでね、まあ機材紹介いろいろ機材紹介というかね、まあ、一般道取締ポイントに注意してください遊んでるような感じなんですが、基本的にはああいうね、エフェクターとかね電気関係好きなんで、またああいういろいろね試してね、カズーのね可能性をね広げていってみたいなというふうに思ってます。じゃあ今日のケーキングワールド以上なんですけれども、またよろしくお願いします。チャンネル登録もねよかったらねお願いします。じゃあ終わります。以上です。